藤田多田は、日本の元政治家、元官僚、全員山口県宇部市長、山口県宇部市出身、山口県立宇部高等学校、東京大学工学部を経て、建設省に入省。沖縄開発庁振興局専門館、日本道路公団計画部課長、会計検査院技術参事官。 建設省関東地方建設局道路部長、同道路局国道一課長、同近畿地方建設局長などを歴任する。1993年5月に建設省を退官し、翌月の宇部市長選挙に出馬。この市長選挙は、前任の中村正人が、小野湖周辺のゴルフ場建設計画をめぐって、市長職をリコールされたことに伴い実施されたもので。 ゴルフ場開発以外の方法でのおのち行き進行を掲げた藤田は保守系から日本共産党まで幅広い層の支持を受け無投票で当選した2期目以降の選挙は日本共産党候補との一騎打ちが続いたが連続当選を果たす2008年12月8日上市議会定例会にて 次期市長選挙に出馬しない意向を表明し、4期目の人気満了となる2009年7月17日をもって引退した。引退の理由については、年齢の問題やアクトビレッジオーノの完成で就任時から取り組んできた北部振興策に一応の目処がついたこと等を挙げた。市長引退後、同年11月に山口県戦勝自治功労賞を受賞。 2010年5月には、朝日中受賞の助訓を受けた。ありがとうございます。